どうものです。今日はですねセンター奈良時代やっていきたいと思います、まあ、奈良時代は、まあ、とにかく短いんでもうこれ見てもらえると今日マスターできると思いますではやっていきたいと思いますまず奈良時代のポイントですね奈良時代はとにかく藤原アンテ・藤原っていう人がアンテ・藤原の人が交互に、まあ、権力者となって国を動かしていきますでもう一個のポイントはとにかく流れで抑えるっていうことがポイントになってきます こうやっていろいろ、まあ、あの、いろんな人が出てくるので、とにかく流れで押さえてください。キーワードと、そして天皇で、その権力者、合わせると、もう絶対奈良時代は見せらなくなります。やっていきましょう。まず最初は、藤原の不人っていう人です。この時の天皇は、元明天皇でした。この時があったことは、まあ、和道開鎮、畜戦女入例、養老律令の制定って書いてるんですけども、まあ、和道開鎮っていうのは、不、まあ、本戦より後にできた、まあ、 ちょっとだけ流通したお金でまあもともとは布や米を貨幣の代わりに用いていたんですけども、まあ、この奈良時代より前というか、まあ、奈良時代もけど、まあ、貨幣なかなかだから貨幣なかなか流通しなかったんですよね、まあ、和道開市も作ったんですけどもなかなか流通しなかったんですよだからこの畜洗女医例っていう法律を作って国にあのあのお金が回るようにしましたこの畜洗女医例は もしお金をいっぱい蓄えると官位をあげるっていうあの法令だったんですけどもそれもまあ結局は失敗に終わってしまいました。であともう一個、まあ、やったことは養老律令の制定ですね。富士とかやったことは。っていうかまあ結局お金が出回るのは鎌倉時代からって覚えておいてください。平安でもまあ貨幣が流通まあしていてとかやったらまあ罰でいいと思います。もう一個の養老律令の方ですね。まあ、養老律令っていうのは、 えー、藤原の人といえば、お、ま、坂、あ、部新納ていう人とともに、大宝律令、もうちょっと前の時代で作った人なんですけども、まあ、あともう一個養老律令っていうのも作りました。次やっていきたいと思う。次ですね、聖、まあ、帝、こっちは聖帝と、また後でもう一回出てくる思考が出てくるんですけども、そこの違いもちゃんと覚えておいてください。次ですね、アンチ、あの藤原です。長屋を、こっちは皇族ですね。まあ、最初の前半、 長屋王と諸江は皇族なんでその辺覚えておいてください長屋王の時は元尚天皇っていう天皇でしたこれまず百万兆部の開墾,開墾計画と三世一新の方ですね、まあ、この百万兆部の開墾計画っていうのはとにかくまあ土地がやっぱりあ,のあれ果ててたんでいっぱいあの積極的に開墾開墾っていうのはまあ田を切り開くことなんですけどもをしてほしかったんですよね だからみんな積極的に開墾しろ開墾しろって言ったのが100万丁部の開墾計画ですけどいくら開墾しろって言ってもやっぱ見返りがなかったら誰も開墾しないんですよねそこで考えられたのが三税一新法です三税一新法っていうのはもし新しく、まあ、池とか溝を作って開墾すると三代の私有を認めるだからこの三世って書いて、まあ、三ンなんですけども三代までは私有を認めるでもしこれもう一個 ここはポイントなんですけども、旧来の池、まあ、昔からあった池とか溝をもう一回利用して、もう一回きれいにして作ったら本人の一台しか認められないんですよ。ここポイントなんで、ぜひ覚えておいてください。だから、旧来の池や溝を利用して開墾した土地って書いてあったら、本人一台しか使用を認められなかった。こういうふうに覚えてください。で、その後ですね、藤原四氏、これは有名な聖武天皇の時代です。 まずこの長屋がずっと力を持ってたんですけども藤原の四氏が時代、あのー、結構力を持ってきました四氏っていうのはこの名前じゃなくて四氏っていう人じゃなくて四人の人でムチマロ、フササキ、ウマカイ、マロっていう四人で、まあ、それぞれあの家があってムチマロは南家のボスフササキはホッケ北って書いてホッケのボスこの南家も南ですよウマカイは四季家紫四季部の四季の四季家のボス マロはキョウケ京家、共通の京ですね。京家のボスでした。で、この四子がまあ力を合わせてやっていこうという感じでした。で、この四子っていうのは誰の子供かって言ったら、この先出てきた不人の子供です。不人の4人の子供を4子って言います。で、不、え、人、ー、の子供は、まず長屋王がその時力を持ってたんで、長屋王を潰します。長屋王に無反の罪をかぶして、正解から追放しました。 それを長屋王の変って言います。でかつ、そのフヒの娘である光明氏、まあ自分で言う兄弟ですね。兄弟を、えー、皇后にしました。で、えっ、ー、と、そのフヒの娘である光明氏を聖武天皇の皇后にすることによって、自分と自分たちと天皇が親戚関係になるわけです。けど、この藤原の四子も病気が蔓延して、みんなすぐ死んじゃいました。 その時に出てきたのが、またこれも皇族の立花の諸江という人ですね。この人も聖武天皇の時代です。で、ここで皆さん有名な、根伝永年資材法ができます。根、まあ、伝永年資材法というのは、開墾したら、あの永、はい、永久的に、半永久的に、まあ、私有地となりますよっていうことですね。で、これをきっかけに、まあ、ちょっとずつ初期荘園っていう言葉ができていきました。まあ、後で初期荘園については詳しく解説します。で、あと、 唐に行ってた玄坊ときびのまきびという人の登用をしました。まあ、唐に行ってたんで、この人らは唐の、まあ、新しい技術とか考えをすごい持って帰ってきてくれて、新しい政治ができるようになりました。まあ、唐の考えを使った、まあ、えー、政治ですね。けども、あの、そういうのを不愉快に思った人がいて、藤原弘次っていう人ですね。さっきこの藤原の四子の子供である、えー 藤原の馬飼っていう四鬼家の馬飼いの子供である藤原の弘次さっき馬飼いの子でここに書いてるんですけどもここですね弘次の、えー、この人馬飼いは弘次のお父さんですねで、えー、広次が九州で反乱を起こしましたふざけんなって言ってなんでこの唐寄りの現房とかきびのまきびを盗用するんだってことで反乱を起こしたんですけども鎮圧されちゃいました けど、藤原の弘嗣が乱を起こしたことによって聖武天皇をビビったんですよねビビって三回戦としましたまず最初国境京都にある国境その後、と浪の宮大阪にある浪の宮で最後に信楽の宮滋賀県ですねで次々と都を転々としたんですよねまあこのように聖、まあ、武天皇はビビったわけです。 で、そううビビったからこそ、仏教の力で国を平和にしようって考えました。まあ、これ、鎮護国家思想っていうんですけども、その時にま国分寺建立、国分寺、国に一つずつお寺がある、まあ、国分寺っていうのがあるんですけども、それを建立したり、大仏増流の御のりを出したりしました。あの奈良のき間もある、東大にある奈良の大仏ですね。大仏増流の御のりを出したりしました。で、次です。藤原の中丸です。 その時は皇皇、順天皇皇天天天天いう天皇です。2人天皇変わりました、まあ最初高賢天皇っていう天皇だったんですけどもあの藤原の仲間を自然に力を持っていって自分の友達で友達っていうかまあ自分の長のい,い順仁天皇っていう天皇を立てて高賢天皇を下ろしてしまいましたでまず今1個目だったこと養老律令の思考ですね 藤原の不人の孫なんですよ。藤原の中丸って。だからおじいちゃんが作った養老律令を施行しました、まず。で、あとはまあ、さっきの諸江があった、ってか、聖武天皇がやってた大仏の、できたんで大仏が海岸供養。で、橘の奈良丸の乱。橘の奈良丸の乱、橘の、ごめんなさい、奈良丸の乱は、諸江の子供である橘の奈良丸っていう人が反乱を起こしてやめろって言ったんですけども、でも、 潰されましたで最後もう一個欄が書いてありますよね「えみの推し活の欄」っていうのがあるんですけどもこの後ここでだんだん道教という人が力を持ってきたんですよねでその道教を押さえつけようということで自分で反乱を起こしたことをえみの推し活の欄っていいますでえみの推し活ってえ藤原の仲間ろじゃないんって思うんですけどもえみの推し活っていうのは 藤原の中丸が純人天皇からもらった名前です。自分の名前、エミノオシしツ、別名ですね、要するに。の乱って言います。けど、エミノオシしツの乱を自分で起こしたことによって、逆に破れて、藤原の中丸、死んじゃうんですよね。その後、道教っていう <coughs>、お坊さんですね。お坊さんが力を持ちます。道教っていう時の天皇は聖徳天皇でした。けど、聖徳天皇って一回天皇したことある人なんですよ。 実はこの上に出てきたこのこれですね。これ。高見天皇と聖徳天皇は同じ人です。全く同じ人。高見天皇がもう一回太政天皇になった後、もう一回聖徳天皇っていう。高見太政天皇に一旦この時になってその後また聖徳天皇っていう名前に変えちゃいました。で、道教、まあすごいこの聖徳天皇が気に入られて好き勝手しました。 まあ自分お坊さんなんで、人員以外の過婚禁止令。人員以外、要するにお寺以外は、あの、開婚してはいけないっていう人員以外の過婚禁止令。あともう一つ、皇帝の地位を狙ったんですよね。うさ八幡宮神託事件っていうんですけども、私は、同教、同教自身は、私はうさ八幡の神託、だから神のお次によって、天皇になってもいいよみたいなことを言われたよっていうことを、 言ったんですすよまあデマカセなんですけどもけども和気清丸っていう和の清丸っていう昔お札もあった人なんですけどもその人によって「いやお前それ部署つ,ついてるやろ」って言われて偽りであることがバレてしまいました。で結局まあその後いろいろあって聖徳天皇まあ死んじゃったんですよね。死んじゃってからはもちろん聖徳天皇のおかげで同居を力持ってたんでそれがなくなって同居を没落しました。 で最後、藤原の桃川です。この人は公認天皇っていう時,の時代でした。この人がやったのは開墾の制限撤廃もうすぐこんな過婚禁止令なんか終わっちゃってこの今年永年史大法茂呂が作ったありましたよねこれをこれにもちょっと制限があったんですよどういう制限かって言ったら開の面積がちょっと制限されたんですよね。それを制限を撤廃して自由に誰でも開墾できるようにしたっていうのが一つ。 要するに、初期消炎というのが誕生しました。初期消炎っていうのは、まあ、律令体制が崩壊する前の消炎ということで、まあ、律令体制に基づいた税、要するに、祖、祖長要増要平益の祖が課せられた消炎のことですね。それを初期消炎って言います。で、これ、まあ、ごちゃごちゃしてるんで、まあ、語呂合わせで覚えていきましょう。語呂合わせです。前半は、 不ッと長い獅子もろもろ。不ッと長い獅子もろもろ。不ッと長い獅子も,も,もろもろ。後半が仲間京桃川。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 これで覚えていってください。次です。天平文化いきます。大学 vs 国学ということで。まあ、大学っていうのは、これすごいややこしくて僕も覚えにくかったんですけども。 中央の今でも大学ってあるんですけども全然違うくって中央の貴族の中央で要するに貴族の地定が学ぶ施設が大学で逆に国学っていうのはあの元々のり念が国学とは全然関係なくて地方で軍事の地定が学ぶまあ施設でした、まあ、要するに大学の方がまあ偉いというか中央っていう感じで国,国学が地方の感じこの軍事も押さえておいてほしいですで覚え方が 大貴族国軍。大貴族国軍。まあ、これが覚えにくかったら別に大貴族だけ覚えておいてくれたら大学貴族って結びつくんでもう自動的に国学の方は軍事って結びつきます。まあそれでもどっちでもいいです覚え方は。であとですね覚えておきたい天平文化です。まあ天平文化まずなんと六州っていうことですね。なんと六州っていうのは神国国家を実現するための研究です。 聖武天皇とかすごい鎮護国,国家要するに仏教の力で国を安,泰安定したいっていう思いがありましたよね。それの研究がなんと6週。で開封層っていうのは近江の御船っていう人が編纂した最古の監視集です。ちょっとこれまあ直線ではないということで天皇の命令ではなく私、まあ、的に作られた最古の監視集です。が開封層。で正倉院こ,れここで覚えておいてほしいんですけども。 だいたい聖武天皇の遺品。聖、まあ、武天皇は結構長い経験で遺品が収められていて、あぜくら作りという教科書とか、まあ、資料集で確認してほしいんですけども、あぜくら作りという作り方。で、有名な絵画が、長毛隆女屏風です。長毛隆女屏風というのは、後でちょっと写真を見せます。この下に書いている薬師寺吉祥天蔵っというのはすごいややこしいんで、今からちょっと動画画像を見せますね。こっちの方が、 長毛う女病部の方です。シストですよね。シストの方が、小僧院の方長毛ょ女病部って覚えてください。で、吉祥天蔵の方はが、こっちです。ちょっとこっちのが、なんか、凝ってる感じですよね。凝ってる方が、薬師寺、吉祥天蔵薬師寺にある吉祥天蔵ぜひ、是非覚えてください。ここ全部、今日の分野、覚えてもらったら、ほんまに、奈良時代、ほとんど落とさないと思います。では、今回、まあ、センターまでで、僕の動画は多分、最後なんで、 皆さんぜひセンター頑張ってください。普通のと画めっちゃ応援してます。ではありがとうございました。